雷かと思った。こういうのってどこで売ってるんですか。ああこれは何ですか。引っ張るものはない。今回は土井さん、はい、すごいです。気合入ってますよ。はい、カマニアの安さんです。お願いします。お願いします。気合入りすぎでしょこれ。この車何ですか元々は。T32 型のエクストレイルです。じゃあ今の原稿から一つ前ですよね。そうですね、一つ前の、はい、これなんか僕の知ってるエクストレイルと全然違うんですけども。はい、まず、まあ、前回りが、ね、すごく。これ なんでこれを作ったんですか。やっぱりいかつさを出したかったっていうのと、やっぱりランドクルーザーとかそういう車格に憧れて、はい、作ってみました。車格に憧れるったって、これだけいじったらランクルなんか変えちゃうじゃないですか。いや、自分でやってますんで、そんなにお金は。自分でコツコツやってる、はい、自分でやったってどういうこと。自分で仕事終わりにコツコツと作ってたの。はい、こういうのってどこで売ってるんですか。いや、もう鋼材屋さんで鉄板1枚丸々買ってきて、うん、切って貼って折って貼って溶接して。そうですね。え、これ生きてるんですか。はい、センサーも使います。生きてるの、はい、センサーってどうやって持ってくるんですか。ここいや、もうそのまま純正の大体の位置で合わせて、そのまま穴開けてつけております、うん、フロントグリルもこれ一応もうここ全部切り抜きまして、これ自分で、はい、え、これ樹脂。そうですね、これも塗装して、はい、あります。あ、色はを変えたってことね。そうですね、色変えと、うん、あの中の部分も全部変えたの。全く違う。全く違う。あ、はい、そう。でこれをつけて。そうですね、バックガードもつけて、うん、はい、でこれって明かりがつくんですよね。そうですね、グリルマーカーちょっとつけてもらえます。あ、はい、これでもあれだよね、バックミラーにこれ来たら嫌だよね。いや、嫌でしょ。いやいや、ほら、これえ、かっこいい、ほら、見てこれね、ほら、上もついてる。あ、なるほど、かっこいい。上もね、もうなんかちょっと西部警察とかさ、あ、そんな感じ、そんな感じ。かっこいい。あ、これは光るの。はい、それもつきます、ね、それは何ですか、これは。あーほら、フラッシュ。やっぱりこの人悪い人ですよ。これは何ですか、これ。これは、うん、これは何。これはあのぬかるみとかにはまった時に下に引くんだ、入れるやつですね。はい、かっこいいね。使ったことないでしょ。まだないですね。ないんだよね。これは一応アメリカとかは燃料とかを入れるんですけども、ね、日本はダメなんで水とかを入れてますね、はい、地雷かと思った。いやいやねえ、うん、そう、アメリカだといいんだ。そうですね、なるほど、日本だとね、燃料入れるんだ。まあでもなんかね、なんか雰囲気はね、おい、かっこいいよ。いや、かっこいいよ、かっこいい。あ、これもほら、うん、これはダミーなんですけども、うん、ダミーだよね。まあでもね。で、ホイールはこれ何なんですか。ホイールはマットシャッフルウルフっていうメーカーさんのやつで、はい、いいじゃん、なんか、うん、アメリカンで。何を検してるんですか。まだ引っ張るもんは。引っ張るものはないんで。いやー、いいなー、うん、これは開けるのは。あ、こちらに。あ、こっちは、はい。あ、いやいや、キャンプ道具、楽しい楽しい、うん、いい、ね、あ、いいですね、はい、うん、いや、楽しい、いい、ね、中は変えてるんですか。中は特に私はノーマルで乗るのが好きなもので、うん、あ、そうですか、まあ、マット引いてるぐらいですね、はい、なんか乗ってて気持ちいいでしょ。そうですね、やっぱ車高が上がってますんで。これどれぐらい上げてるんですか。これでタイヤ含めまして、3.5 インチぐらい。ああ、そうなんだ、はい。これカスタムの予算、大体いくらぐらいですか。3桁はいってないはずなんです、ね。あ、そう。はい、あ、そう、はい。3桁いってない、これ。あ、手作りだから。そう、偉い。偉い。お金はかけずに。例えば、バンバンどのくらいかかったんですか、日数は。日数は2週間ぐらい、仕事終わりに。お仕事は何なさってんですか。重機の修理を。なんだ、いやもともと器用なんですね。うん、まあ、ね、好きですね。器用じゃなかったらこんなことできない。はい、あ、できない、できない。エクストレイルってどっかさ、やっぱ健康的なところはあるけど、ちょっと悪が入ってきてるよね。うん、それがいいな。いいじゃない。いい、ね、うん、なんか楽しい。うん、
僕あんまり結構カスタムするのあんまり好きじゃないんだけども、はい、これはセンスがいいですよね。 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。